こんにちは、大阪府豊中市にある坂本整体院長の坂本です。本日は腰痛ヘルニアに腹筋運動は逆効果ということについてお話しさせてもらいます。腹筋が腰痛ヘルニアに限らず膝でも股関節なんでもそうなんですけれども、痛みを筋力不足と考えて筋トレでどうにかしようという考え方は基本的にお勧めしませんし、何よりやっていて楽になるっていう人がほとんどいないです。まあ稀に楽になる人もいると思いますけど、で やって良くなっている人はそのまま続けてもらえれば構わないんですけど、ならない人、特に症状が重くなればなるほど治らない人というのが増えていきます。でもそういう人たちでも必死に何とかしようとして筋トレをしようと頑張っている人もいると思うんですね。まあ、これって病院とかでしなさい、筋力不足が原因ですとか、まあ、周りの雑誌とかテレビ見て筋力不足ですって言ってやってるんだと思いますけれども、実はそれをやってしまうことがあなたの体の治りを遅くしてしまっている、特に腰痛ヘルニアですね、ということについて今日はなぜそうなのかということをお話しさせてもらいます。で、なんで腰痛で腰痛ヘルニアですね、腹筋をするとダメなのかということなんですけれども、そもそもこれって腰痛の原因をしっかり理解していないということになるんですね。腰痛の原因というのなんですけれども、腰痛の原因、僕が見てきた中でほとんどの腰痛の原因の人って腰を反っている、この反り腰っていうのがほとんどなんですね。こういうような状態になっている人ですね。で、お尻が後ろにこう突き出ている、こういうような状態になっています。ちょっと今極端にやりましたけれども、軽い状態でもそういう人が多いです。で、なんで、じゃあこれになってしまうのか、で、なんで反り腰になると腰痛になるのかっていうことなんですけれども、反り腰になる原因なんですけれども、その前段階、前の段階ですね、いきなりまっすぐに立ってた人が突然ある日反るっていうことないんですよ。なんで反り腰になっていくかっていうことなんですけれども、これも生活習慣の中でそうなんですけれども、骨盤っていうのがどん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 前傾、前に行くことによってですね、こうやってまっすぐな立ってた人が、ここの骨盤がどん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 こう前に行ってしまう。いわゆる骨盤前傾状態になってしまうことで、ここの腰っていうのが反ってくるんですよ。で、ここの骨ですね、間が狭くなってしまって、ぶつかってしまうとか、ここの腰周りのこの筋肉が硬くなってしまう。っていうことで、腰痛っていうのが常に止まらなくなってしまって、それがさらに悪化していくと、ヘルニアとか呼ばれるような症状になっていくんですけど、しびれとかも出てくるようになる。座骨神経痛であったりもそうですけれども、なんですけど、この骨盤がこの前傾していってしまうとどうなるのかっていうと、背骨っていうのも骨盤に対して一緒についているので、基本的に骨盤が前傾していくとこういうふうに一緒についていくんですね、人間って。つまり骨盤だけが前傾するんじゃなくて、最初はこういうふうに一緒についていくような状態になる。でもこの状態のままで生活する人間っていないんですよ。お尻だけが突き出して上半身前に行った状態ってなると、人間って絶対こっちの背中、この背中から腰側の筋肉でこうやって上半身だけ起こそうとします。で、無理やり姿勢を作ろうとするんですね。これでまっすぐを作ろうとするので、腰に対して常に負荷を自分でかけるようになってしまって、終わらないずっとした腰痛っていうのが続くんですけど、そもそもこの上半身がこう前に行ってしまうようなこの状態になる、前傾状態、骨盤がっていうのは、こっちの腹筋ですね、こっちの前側、いや腸腰筋って呼ばれるような体を前に曲げて骨盤を前に移動させるような筋肉っていうのが硬くなってしまって最初起こるんですよ。こっちが先じゃないんですね、腰の方が。ここが縮まってしまったせいで体が前に行くので、それを何とかしたいと思って、こっちの腰側の筋肉でグッて反らして、無理やり姿勢をまっすぐにしようとするのが基本的な反り腰の原因なんですよ。じゃあこれを直してあげるためにどうすればいいのかっていうと、前側の筋肉を鍛えていく腹筋運動で、こう鍛えて、ここを縮めて、ここに負荷を与えて曲げる運動なんですよね。縮めていく運動なんですね。縮まって硬くなってる人がさらにこうやってこうやったりとか、縮めに行く運動をさらに頑張ってやると、余計に前に行くんですよ。この前傾してしまうんです。ってなると前傾が強くなると、より戻すために寄り添わないといけなくなるんで、これ女の人とか多いですよね、こういう。そういうような強烈な反りができてしまうことによって、よりここに圧かかってしまいます、腰のところに。なので腰痛やヘルニアとか呼ばれている人で、
腹筋運動をするのは全く逆効果です。逆にこの前腹筋とかこの腸腰筋って呼ばれるようなここの前側のこの筋肉は逆に緩めて伸ばしてあげないといけないです。僕が臨床とかで触っているとここの前とかですね、でおへそのすぐ横とか触ってみたりすると硬くて痛いとかいう人とか、ここですね、腸腰筋って呼ばれるようなところを押すと痛いっていう人がすごく多いです。でもほとんど腰痛い人も 全員痛いです。それは縮まって硬くなってるから、それをさらに伸ばし縮めていくっていう運動は本当に意味がないので、やって痛くなるとか何も変わらない人は今すぐやめて逆方向緩めていくような動きっていうのを取り入れてあげてください。これも腰痛とかの原因ってもう本当に生活習慣病って言ってもいいぐらい、普段生活の動きですねや姿勢っていうのが関係しているので、ここを緩めていったあと自分の生活習慣ですね、反り腰にならないような生活習慣、こう無理やり無駄に腰を反って胸を張らないとかですねっていうところを見直していってあげると、どんどんどん痛かった腰いやしびれとかっていうのも改善されてきたりするので、とストレッチのやり方とか立ち方とか座り方の説明、動画も下に説明欄に載せておきますので、そちらをご覧になって一度試してみてください。では本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございました。